はい、こちらは あのボコボコのやつあるね、吸音材なんですけれども、例えばね、自分の部屋がめちゃくちゃ壁薄いから、これを壁に貼ることによって声を吸音してくれるからあんまうるさくないみたいな、そういうやつなんですけれども、これがイメージですよ。実際に届いたやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。あ、全部音吸ったやつ？なんでこんなに平らなんでしょうかね。なぜかこの吸音材がこんなことになってしまった、そういうやつですね。まあ、あれかもしんないけどね、段ボールに入ってた時に潰されてて、それで今膨らんでる途中なのかもしれませんが、まあ多分違うでしょうね。普通にそういう商品なんだと思いますよ。はい、こちらはなんかケーキっぽいやつかな。多分この銀色のバラ、これカップケーキみたいなやつですね。それを並べてこういう風に美しくしたやつなんですけれども、これはイメージですよ、理想なんで。実際に届いたものはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。おい、これトイレの便器じゃねえかよ。なんでこんな蓋がついてるんでしょうかね。ここに座ってできそうですもんね、トイレね。しかもまあまあ綺麗な字書いてんな。なぜかそれに関してはちゃんと書いてるという、意味がわからないですね。まだ適当な文字だったらわかるんですが、なぜか便器がついてる、そういうやつですね。はい、こちらは黒い服でなんかモデルみたいな人が着てそうみたいな、そういうのなんですが、これがネットショッピングですね。じゃあ現実のものはどういう風になってるのかというと、こちらですね。あ、それもうモデルの問題では、あ、そういうこと言っちゃダメだよ。あー、まあね、色は若干違うんですけれども、なんだろうね、微妙なラインだよね。これをアウトと言っていいのか、別にセーフと言っていいのか、微妙なラインなんですけれども、なぜかこういうものになってしまった、そういう画像ですね。はい、こちらはウィッシュって聞いたことあるね、ここのサイト。ここに売ってるエアポッツかな、エアポッツなんですけれども、こちらがネットショッピングであったやつですね。まあそういうことなんで、実際のやつは違うんでしょうね、見ていきましょう。あ、これはシャワーヘッド。あ、似てるだけじゃねえかよ、これ。これ耳にはめるって？でかすぎるわ。しかもこのシャワーヘッド、まあまあ値段しそうだけどね。これがいくらなのかちょっとわかりませんが、超安くなって、1万とかでも、シャワーヘッド2本って考えたら、まあ損はしてますけど、5000分くらいじゃないでしょうか。意味がわかりませんね。そういうネタなんでしょうか、やめてください。はい、こちらは男の人がいますね。どういうことでしょうか。この男の人の横にある商品があるのですが、見ていきましょう。あ、 iPhone でかくない？これ何なのかというと、この人は iPhone だと思って買ったんですね。しかもね、なんかこっちでかいから得してんじゃねって思うかもしれませんが、これ何なのかというとですね、はい、こちらなんと iPhone の形をしたテーブルなんですね。だからね、10万円くらいする iPhone を買ったところ、まあこれも10万円くらいしそうだもんね。いや、そんなにはしねえか。そしてこのでっかいやつが届いてしまったという、むしろ欲しいんじゃね？結構おしゃれじゃん。もう iPhone 好きからしたらめちゃくちゃ欲しいですよね。で、ここにね、MacBook も入れちゃって、私も Apple 好きなんで、これ欲しいかもね。はい、こちらはありそうな感じのやつだね。サボテンのなんか糸でぐるぐる巻きになって、猫とか楽しめそうですよね。登ったりできそうなんですが、これがネットショッピングで見たやつですね。で、実際に届いたやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。紐、あ、これを作れと、すげえ難しいこと言ってくるじゃん。こんなぐるぐる巻きにしてね、めちゃくちゃ難しいよ。どうやればいいんでしょうか。なぜかこのサボテンを買ったところ、このロープたちがついてきたんで、もう意味がわからないですね。最初から作れはさすがにきついですよ。はい、こちらはおしゃれだね。こういうボコボコしてる、そういうやつありますよね。このボコボコしてる鏡をネットショッピングで買ったところ、こんな感じになりましたね。お、なんだその顔、笑わずに生きてんの。こういう系ってね、鏡が一枚一枚になってるんで、その境目とか調整するの難しいんですよね。だからこんな風になってしまったんですけれども、面白いですね。頭でっかくなって、もう体もどうなってんのか分かりませんよ。面白い感じになってるんで、まあ皆さんも起きることなので気をつけてくださいね。はい、こちらはカーペットですね。このカーペットがネットショッピングなんですけれども、じゃあ実際のやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。ハンカチ程度のカーペットが、おい、星5つけたやつ誰だよ。
それともあれかな、ちょうどいいハンカチ探してたので星5ですみたいな、そういうこと。なぜか星5がついてるんですが、この人カーペット買ったつもりがめちゃくちゃ小さいという、そういうことが起きてしまったようですね。あんまりないんですけれども、実際にあるので気をつけた方がいいですよ。はい、こちらはなんか黒いパーカーだね。黒いパーカーに文字が書かれてるんですけれども、じゃあ実際のものはどんな感じなのかというと、こちらです。もう色で埋まってんじゃねえかよ。残念だね。この灰色と文字の黒が合体しちゃってラシズムしか見えないですよ。確かにこういうのも気をつけなきゃいけないんで、パーカーは無地のものを選びましょうということがわかる、そういう画像ですね。はい、こちらはなんかワインが入ってて、このストロー的なところからチューって飲むやつなんですけれども、これがネットショッピングですね。じゃあ実際のやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。お、でもいいんじゃない、普通にいい感じだけれども、口から魂がプオーン。あ、もうそれ使い方の問題では、確かにね、お化けっぽいもんね。しかし水とか飲むことによって口から魂抜けてるみたいな、そういう風に見えちゃいますよ。使い方の問題なんで許してあげましょう。はい、こちらはこういう服ですね。それでこの人は何を買ったのかというと、この黒いやつ真ん中に挟める、そういうやつを買ったんですけれども、実際に届いたやつがこちらですね。あー、でもそんな感じがする。確かにね、こういう黒いやつたまに見ますけれども、腕通すだけだもんね。そんな細工がされてるとは思わないんで、皆さんももうこういう布買って穴開けたら売れますからね。こういう風に300円ぐらいでできちゃいそうですね。こういうこともあるんで気をつけましょう。はい、こちらは本を読んでますね。本を読んでるんですが、ちょっと真ん中に問題があるんですね。これ実はこの本読んでる人、カーペットを買ったんですね。しかしカーペットを買って届いたのがこちらですね。もうしおりとしてちゃんと使えてんじゃねえかよ。よかったんじゃない、おしゃれだもんね。カーペットのしおりとして使っちゃってますね。でも多分この人キッチンとかに置きたかったんでしょうね。でも実際置けなかったっていう、そういう話ですよ。これに関してはうん、使い道があってよかったですね。ゴミ箱行きじゃなくてよかったです。はい、こちらはおしゃれだね。この紫とピンクっぽい女性用の服なんですけれども、これがネットショッピングですよ。で実際のやつはどうなってるんでしょうか、見ていきましょう。これは、ショッピングがこれで現実がこれ。あ、絶対これ胸のところに頭通してるだけじゃん。まあダボダボってことなのかな。この商品自体はおかしくない気がしなくもないですね。ちょっとわかりませんが、多分この人の使い方としては胸のところに頭突っ込んでるようなもんなんで、入れるとこ間違ってますよって感じですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。